こちらのマスター、食べたいものがあれば何でも作ってくれますから。一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。人は深夜食堂って言ってるよ。私、仕事のストレスがたまると気分転換にこの格好で街出歩くんです。なんで私が担当外されなきゃいけないんですか。私にできることなんてたかが知れてますよ。自分の力なんて限りがある。だから人に頼る。それでいいんじゃないかな。蕎麦屋がうどん食っちゃいけない法律なんてないんだから。会ってもらいたい人がいるんだ。誰？15も上なのよ。結婚なんてそんな簡単なもんじゃないんだからね。2人でどっか行っちゃおう。沙織幸せにするからさ。そもそも電話の相手は本当に息子さんでした。息子と連絡ば取れるまでおろうと思うて。私がマスターによくしてもらったように、いつか誰かが困っていた時同じことしてあげられたらなって。マスターさんがおるけん、こん店にみんな集まってくるとやね。見知らぬ町へと迷い込んでしまいまして、ここはどこでしょうか。